第4代、グレー伯爵アルバート・ヘンリー・ジョージ・グレーは、イギリスの政治家、貴族。1904年から1911年にかけて、カナダ総督を務めた。英首相の第2代、グレー伯爵チャールズ・グレーの孫にあたる。1851年11月28日、ロンドンのセント・ジェームズ宮殿で生まれる。父は、第2代、グレー伯爵チャールズ・グレーの次男である。 陸軍中将、チャールズ・グレー。母はその夫人、キャロライン。アルバートは次男であるが、兄・チャールズは1855年に創生している。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学し、マスター・オブ・ローズの学位を取得。1880年から1885年に、かけて、南のサンバーランド選挙区から選出されて、自由党所属の庶民委員を務める。 ついで1885年から1886年にかけては、タインサイド選挙区から選出される。1894年10月9日に、おじの第3代、グレー伯爵ヘンリー・グレーから第4代、グレー伯爵の社位を継承した。南ローデシア行政官や直居会社の社長を経て、1904年からカナダ総督に就任し、1911年まで、勤めた。 総督として1906年から1908年にかけては、ケベック市創設300周年記念行事に尽力した。1907年には、日本の皇族伏見の宮下なる新能を出迎え、その翌年には、ケベックで皇太子ジョージを出迎えている。1907年には、演劇音楽グレーコンクールを創設した。1909年には、 カナディアンフットボールリーグのプレーオフ優勝チームに与えられるグレーカップを寄贈した。総督官邸移ドーホールに総督用の書斎と音質を追加した。1911年の退任後、イギリスへ帰国。王立植民地協会の会長などを務めた。1917年8月29日に死去した。借位は長男チャールズが継承した。 1894年10月9日のオジヘンリー・グレイの死去により以下の爵位、順段爵位を継承した。1877年にアリス・ホルフォードと結婚し、彼女との間に以下の一難四条を設けた。ありがとうございます。